マルコス・アロンソ。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。パスでつないで攻め込んでいきます。 PM ブラックホワイト、つなぎたいとこだ。キプラーロックからイグアイン、絶好の位置、上がっていけるか。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。裏のスペースへ、勝負どこじゃないですかね。キーパー触る、シュート、いやー勝ち越し、ゲームをひっくり返します。ビジャールがこう弾いたボールを正確に押し込みました。いやー、キーパーがハンブルした後の処理をあらかじめイメージしてきましたよね。そしてここで最後の笛、2対1逆転で撃破。スルーパスを出す、さあカウンターを仕掛けます。ピッチェクからゲッツェ、チャンスになる、おっと打っていった、シュート、ゲット、ドルトムント、はい、右サイドに振ってサイドを縦に走らせます。これはつながりません。ルリッチ、ラッツィオとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことには。シュート、トップ締めている、来た、ドルトムント、ドルトムント、さらに突き放します。これで3ゴール差。右サイドへ振って、さあそのまま行くのか、中上げる、シュート、決まった、先制、リバプール。ジョアン・マリー、多少強引に見えましたが、チャンスでしたけどもね。そうですね、残り時間ありませんから決めなかったところでしょうね。はい、シュート、来た、勝ち越し、リバプール、リバプール勝ち越し、一歩リードです。つながります。裏を狙っていきます。さあ左サイドへ、イグアインからマンジュキッチ、マンジュキッチからヘディング、来た、先制、ここで先制、少しルーズになる。ディバラ、サイドのスペースを使います。いいボールですね。シュート、ゲット、この得点で一歩リードです。いやー、よく詰めていましたね。ビッグワイン、いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと予想したポジショニングを取って、落ち着いて枠に流し込んだ、いいゴールですよね。ビッグワイン、今日2点目です。このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。アウェー側としてはワンモール、シュート、追加点、時間で追加点、モナコ。いやー、よ
く反応しましたね。セカンドボールをあらかじめ予測しておく。非常に打っていった。追加点モナコ。ふわっと裏を狙う。マルキージオインターセプト。枚数いる。中につなぎたい。これは相手に当たってしまいましたが、コーナーキックへとなります。バルセロナは3本目のコーナーになります。頭できた。うわー、また打ってきた。いやー、先制バルセロナ。バルセロナとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。マルキージオ大事に行きたいですね。ここバルザッリ、ディバラ、ディバラからケディラ、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。おっと、フリーで受ける。おー、シュート、決まった。追加点バルセロナ。バルセロナ突き放します。ちょっと浅いか。これは合いません。自分で行く。シュート、決まった。勝ち越し、バルセロナ。ゲームをひっくり返します。裏へのスルーパス、スルーパスを出すと、これはつながりません。ハット、抜けてくる。さあここでカウンター。1対1、コース空いた。いや、キーパーが素晴らしかったですね。ちょっと押し出しが大きくなってしまいましたね。ウスマヌ・デンベレ、サイドを使う。いいボールだ。打つか、自分で行く。ラキティッチに渡る。来た、勝ち越し、バルセロナ。スルーパス。さあ一気にカウンター。さあ勝負のシーン、フリーだ。シュート、ゲット。コロンビア、ボラメントゥーラックからカンドレバー。ふわっとしたボール、このパスはキーパーへ。さあカウンター、スピードを上げたいところ。ジョアン・モウティーニョからベルナルド・シウバー。これ、ね、仕掛けるか。シュート、来た。先制ポルトガル。味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどね。逆にボールを奪った時には、まずこの選手に出せばいいので、気が楽な分もあると思いますけどね。前線の選手に預けさえすれば、とりあえずラインも上げられますからね。そうですね。ここをかわした。裏を狙っていきます。ポルトガル追加点。ポルトガルリスタートしたところで長い笛です。2対0ポルトガル勝利を得ました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。ポルトガルとしては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ポルトガルが2対0で試合を終えています。